では、ポケトークさんご存知でしょうか。皆さんご存知ですよね。外国語で話したものを日本語に翻訳してくれたり、またその逆をやってくれたりということで、ソースネクストの代表取引役社長の小島さん。はい、小島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まず、はい、なんでお声掛けしたかというとですね、はい、IVS ベンチャーの、はい、スタートアップのイベントでも、はい、特になぜポケトークが出展してるんだろうと気になったんですけど、まあ、今回その沖縄で行われるイベントで結構外国人の方も数百名規模で参加されるっていうことで、じゃあ会場内のコミュニケーションにポケトーク使っていただいたらものすごくいい、まあ、僕らとしてもいい事例になるんじゃないかということで、あのお声掛けいただいたのでぜひということで参加しました。これ今無料レンタルでこの会場限定で出されてる、はい、そうですね、この期間中のみですけども、あの無料でポケトーク、あの日本人の方でもあの海外の方でも自由にお使いいただけます。会場が、まあ、あの暗号資産系のクリプトの方と、はい、でまあ、こっちの会場と分かれていて、はい、まあ、ここであのクリプトの方は特に外国人の出展者参加者の方も結構いらっしゃるので、はい、ね、多いですね、はい、ということでの需要だという感じなんですけど、はい、実際そのレンタルの負け具合ってどんな感じなんですか、はい、そうですね、まあ、今日の実質午後ぐらいからあの貸し出し始めてるんですけども、はい、まあ、すでに何十台か借りていただいて、はい、あのいい感じなのかなと、まあ、気づいていただけるとあのいいんですけど、あの我々ちょっと人手不足でまだまだ十分保持できてないかなと思います。はい、まあ、あのこの、まあ、IBS機って結構去年ですか、あのソースネクストさんとポケトークさん、まあ、一応別の会社になって 100% 子会社、今年の2月に分社しまして、で、今外部の資本も集めていて、はい、今時点です と、ソースネクストの持ち分は 90% ちょっとです。あ、はい、で、どんどんあの外部資本を入れて、はい、ソースネクストの持ち株比率は少しずつ下げていきたいと思います。あ、これってあの資金調達も考えるみたいなことあるんですか、この場の空間の出会いを使ってみたいな。この場の場でも確かに投資家の方もね非常に多いので、はい、もしポケトーク興味持っていただいたらもちろん、はい、まずはこの需要にきちんとマッチするかのところを、まずやっぱり我々実ビジネスとしてこういうのがちゃんとあのこういった国際的な会議とかイベントであの使用に耐えるかっていうところはやっぱり自分たちを見ていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。